鶴房汐恩、川西拓実が神戸コレクションに登場。ファッションから私生活まで皆さんの質問に生で答えます。イケメン、よろしくお願いします。家今どちらなんですかね。お二人どちらにいるんですか。都内。あ、そうなんだ。なんか家の人としゃべってるみたい。家覗いてるような感覚になりますけれども、はい、さあ今回はですね、事前にコーコレの公式 LINE で質問を募集しまして、その質問たくさんいただいています。 JO1 の皆さんは今回多忙だということで、質問に答えていただける制限時間が5分しかございません。これはできるだけカブトが出るということで、ちょっとお時間もないので早速いきましょうか。最初の質問はこちらです、はい、最近嬉しかった出来事は何ですか。何、鶴房さんから聞きましょうか。鶴房さんお願いします。毎日が嬉しいです。毎日がなんで嬉しいんですか。もう生きてるだけで、この世界にいれるだけで幸せ。生きてるだけで幸せだと。素敵、最高、最高やもん、悟ってるやん。川西さんはいかがですか。時間ないから黙っててください。ちょっと時間ないから。僕はちょっとバービーさんに会えたことが嬉しいです。あー、デカめのキュン。あ、ちょ、バービー黙ってほんま、時間ないで。あっという間に1分過ぎそうなんですけど、ね、もったいない、もったいない時間が。じゃ次の質問参りましょうか、はい、こちらです。好きなお笑い芸人は。鶴房さんどうですか。野生爆弾さん好きです。あー、人気ですよね。どっちですか、野生爆弾さんの。クッキーさんの方です。あー、そうですか。クッキーさんね。よくほなバラエティとかテレビは見張るんですか。最近は見れてないですね。うわー、2位は誰ですか。2位は、あ、2位2位、2位は一応まあアキナさんかな。聞かんとこうや。ほんまに、ほんま、うん、言わせたからね。川西さんはどうですか。僕は Yes! Fall in love! わー、わーもったいない、時間、わー、時間もったいない。さあでは続いて参りましょう、こちらです。共演したいアーティストは。あー、なるほど。鶴房さんどなたでしょうか。ラッドウィンプスさんです。おー、好きなんだ。それはなんでですか。でも高校生からずっと聴いてるので大好きですね、うん、うん、いいよね。そうよね、憧れですもんね、ずっと聴いてる方って、ね、カニさんはいかがでしょうか、はい、リアル。僕はいろんなアーティストさんと共演したいんですけど、うん、誰とかはあんまりないかもしれない。本当皆さんと共演したいなっていう、はい、たくさん、できるだけたくさん。なるほど、うん、皆さんをリスペクトしている。はい、そうです。なるほど、なるほど、はい、いい答えですね。いい答えですね、次参りましょうか。お互いのいいなと思うところは。なるほど、なるほど、そうですね、たくみくんはとりあえずかっこいい。あ、僕はかっこよくて面白くて優しい。なんか仲のいい感じだったな。喧嘩とかもほんまないんかな。なんかその稽古中とか揉めるとかそんな全然ないんですか、話し合いとかで。特にな、最近じゃないですね。うん、仲いいのが伝わってくるもんな、うん、本当に。ありがとうございます。だっていいなって思うところはでも3つぐらいポンポンポンと言えるって、うん、すごいことやなと思う、うん、お二人でどっか出かけたりとかもあるんですか。あ、それは全然ないです。それはないの。それはない。仕事でずっと一緒にいてるから、うん、そうですね、プライベートは別。あ、もうあと1分15秒ぐらいしかないです。めっちゃ早いよ。じゃ次の質問いきましょうか。お風呂で最初に洗うところは。キャー、やっぱこれはヒャーヒャーもんなのかな。女性からしたら、右お尻です。右お尻珍しいない。何で洗うの、手で洗うの、スポンジ。あ、スポンジタオルです。タオル、
ゴシゴシタオル。ゴシゴシタオル。はい。あ右お尻。手です。川西さんの手は手。手ですか。ああ。はい、左手です。左手で？どこから？はい。ここです。左手の先っちょから洗うの？はい。かわいい。はい、バービー。時間もったいないから。30秒切りましたね。最後行きましょうか。こちら。わあ。おしゃれをする上で大切にしていることは？わあ。もう20秒です。お願いします。おしゃれできません。まあ僕あります。はいはい。好きなものを着ることです。素晴らしい。時間がない。ちょっとじゃあ私からいいですか。どうしようどうしよう、はい、いいかな、聞いちゃっていいかな。え、グミとマシュマロどっちが好きですか。もうもったいない。はい、終わり。もったいない質問。終わりです。やだ、もっと攻めたような質問。やだ、すいません、あっという間に答えてくれるかなと思ったんだけど。5分経ってしまいました。お二人お忙しいということでここまでですね。ありがとうございました、鶴房さん、川西さん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。結